私は幼稚園生の頃から絵を描くことが好きだったので、よく隙間時間に絵を描いていました。私はアイリストになりたいと思っているので、お客様一人一人に似合ったデザインを提供できるようなアイリストになりたいと思っています。